めぐのは知ってたけど、何が？あ、1月2日っていうのね。あ、そうですね。せーちゃんも2日とは知らなかった。あのね、ちょうど去年の1月2日に、うん、あの2人が誕生日で、うん、それで、あの Facebook のね、メッセンジャーで、あのせーちゃんから来たんですよ。来年誕生日一緒にやろうよって言って、それで、覚えてる。アメリカに還暦がないって話になって、そうそう、還暦のお祝いってアメリカじゃないんだよねって、うん、じゃあつまんないから日本帰っておいでって、うん、で、まあ、そうそうなった、ね、それで、あ、いいね、ね、そしたら、あーと、じゃあせっちゃんがラカンに抑えようかもう即それで、それから、うん、じゃあ一年かかりで、あの、なんか音楽も欲しいよね、じゃあみんなにギターとかバイオリンとか持ってきてもらおうかで、なんとなくやってもらうなんかなみたいなそれで、それからなんかせっちゃんがじゃあ引き出物どうする、引き出物じゃないか、 お願いし引き出物どうするっていう話になって、じゃあもうせっちゃんデザインできるし、じゃあ私は縫い物もちょっとできるし、で2人でなんか作ろう、あ、じゃあもう楽しいねっていうのはもう1日、もうそ の, あの1月2日少しね、何回かメッセンジャーと繰り合って決まって、もうそのまま、だがしかしメグはだもう仕事をやめ、いや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 いでも本当に、うん、でも本当せっちゃんが今回をいろいろ進めてくれて、で私がもう言われた通りにじゃないよね動けないけど、本当思い起こすごい行動力だね、二人ともね、何年か前に付き合ったのが吉祥寺のガランド、こういう時はね、はい、皆様本日さあ、だめだよ。アメリカ人だから大丈夫。日本人じゃないの。あ、そう。本日はお正月の、普通の方なら明日から仕事始めの、この最後の日曜日だけど、普通の人が少ない気がしますが、あの、本当皆さん集まっていただいてありがとうございます。で、あの還暦のお祝いなんて本当やるつもりなかったんだけれども、さっき話したように、まあ、めぐアメリカに還暦ないから、じゃあ一緒2人一緒だったらやろうかねっていうことで、あの岩ちゃんにお願いしてここの場所借りることができました。岩下さんありがとうございます。ありがとうございます。で、ちなみに今日はあの岩ちゃんのお誕生日、あの本日が1月4日です。で、今日はあのまだあのいろいろ皆さん来てくれる予定で、あのただ一つ、ガランドの由美子さんがちょっと体調を今日崩してしまって、あの朝春樹さんから電話があって、すごい残念だけど、皆さんにくれぐれもよろしくお伝えくださいということです。はい、そうですね、残念だね、あの私的には父と母が本当に、うん、ここまで来れたのも、はい、監督よろしく、監督もう終わったの話だったの皆様ダラダラと長い本当はね、私ね、このぐらい長い文章ね、それでは、乾杯に移りたいと思います。あの本日のね、あの食べ物はみんな持ち寄りで、だからどれだけあのなんつんですよ、このお二人に気持ちがあるかどうかね、それが証明されるんですね。そこにあの真っ黒に焦げてる半分のあの半月みたいなのは一応タコスの皮はぁはぁはー、それではあのめでたい日でございます。お二人が還暦ということで、それに駆けつけてみんなで騒ぎたいと思いますので、あの遠慮なく騒いでください。それではおめでとうございました。
とうございます。はい、乾杯。そうなの。バイバイ。Oh, oh, oh.
あれ切れたか。今 NHK のような仕打ちを受けました。そんなに聞きたくないのか。あれおかしいな。純平さんにさっきシワやんのはお前ぐらいだろうと言われたんで、それからちょっと考えて、まだ考え途中ですが、まあしょうがないから小話の一つ、まあ今日は還暦、私も3年、いや4年ぐらい前に還暦を迎えまして、まあおじいちゃんの仲間入りでございます。まあおじいちゃんの会話というのはなかなか面白いものがあります。この間もね、ちょっとあの見てると変なおじいちゃんが2人おりましてね、田川のりっちゃんっていう、もう一人、伊佐とのじいちゃんっていう2人が話しておりました。りっちゃんがね、なんか見つけた、おっ、せっちゃん、せっちゃん、伊佐さんが、なんや、トイレでっか。なんでトイレや。え、まあ、せっちんやないやな、せっちゃんや。あんまり人をいじめたらあきまへんで。え、今せっかん、せっかんやないやな、せっちゃんやな。あ、お風呂でっか。それせっちんやろが。せっちゃんや。あ、ギターの上手なあのグリコの社員、それてっちゃんや、せっちゃんや言うてんに、おお、何わけまんの、それせっぱんやろかな、せっちゃんや、いやもうその年でなかなかお盛んてんな、せっぷんやないだよ、ほらせっちゃんや言うてるやないか。おお、ああちっちゃいあのタイの料理屋、それちっちゃいや。せっちゃいや言うてるやないか。ああ夏目漱石でっか、そら坊ちゃんや。違うんがか、沢田節子。え、シワだらけの溶接と、お前の耳はどれだったんや。耳はあの、こう耳タブがあって、奥の方にはこのあの鼓膜が、誰の耳聞いとんねん。今だからお前の耳どないなっとんねん言うとんねん。せや、ああもう耳はこないなって、これがブツッと聞いて、で、だしでグツグツって煮たら、おいしいですせ、お前自分の耳食べんの。いや、沖縄行ったらこれね、耳が言うてみんな食べまんねん。お前は自分の耳食べんの。いや、俺はもう耳なんか食べるから時々、人は食うけどな、何を言うとんねん。そうや、あ、そんなこと言うてるから、お前せっちゃんどっか、せっちゃんどっか行ってしもたやないか。いやいや、まあどっちみちな、せっちゃんは下北沢の、ラカーニャ行ったらおるがな、まあこれで一つ歌でございますが、矢島めぐみと沢田節子の還暦のお祝いに、二人の星に願いを、When you wish upon a Meg and Setcha っていう感じ。矢島めぐみ、通称めぐちゃん、
席向かったの。沢田節子は節ちゃんというの。なりました。人生いろいろありました。だけど今が最高。これからもどうぞ二人よろしく。ちょっと森進一が入ってるね。いい子にするから本当かな。よろしく。渋谷さんお願いします。Thank you.
グラスを持つ手になおちゃん夜が流れる夢が流れる今夜もなおちゃん劇団乾電池というところでずっと所属されておりまして本当にいろんな映画いろんなドラマに出演されておられます。だいたい配役がすごく偉い方が多くてですね、天皇さんの役柄とかね、なんか大将の役柄とかいろいろでございますがね、そろそろこういうところで、ネタが出来上がってきたと紹介します。あやたとしきさんです。